二人はツボのクリームを顔に塗って手に塗って、それから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで戸を開けますと、その裏側には、クリームをよく塗りましたか、耳にもよく塗りましたか、と書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。そうそう、僕は耳には塗らなかった。危なく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実に用意周到だね。ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで、僕は早く何か食べたいんだが、どうもこうどこまでも廊下じゃ仕方ないね。すると、すぐ